はい、トーマです。こんばんは。本日はですね、キャプテン翼ライズオブニューチャンピオンズ、こちらついにリリースされたのをやっていきたいなと思います。今日やるのはですね、とりあえず、4時間分ぐらいのプレイ動画をですね、キュッと15分にぐっとまとめてご紹介できればなと思っておりますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。その少年はサッカーボールと共に育った。11歳となった少年は引っ越してきた南葛市で運命の出会いを果たす。はい、というわけでまずはそれぞれの項目に関してちょっと見ていきたいなと思います。まずドラマティックストーリーモード、 VS モード、そしてオンライン VS モードですね。もう早速できるんですね。で、プラクティス、で、アルティメットエディット、で、コレクション、そしてオプションといったような形ですね。まずはオプションから見ていきましょう。オプションでは、コムレベルですね。コンピューターのレベルがいじれますよと。で、コレクションっていうのは、おそらく BGM とか、シナリオが閲覧できるものになってくるのかなと。はい、こちらでゲームガイドが見れると。操作のおさらいがここでできそうですね。はい。アルティメットエディットかな。はい、アルティメットエディットにあるこのプレイポイントショップですね。こちらの方でプレイポイントが貯まると購入ができますよといったような機能になってるみたいですね。どんなものが買えるのか。髪型、服装ですね。そして靴。で、服ですね。なんで見た目変えれますよっていうところと、あとエンブレムがいろいろ変えれたりすると。はい、最初からプレイポイント5000ポイント持ってますね。で、さらにこのロゴですか、カードパックっていうのがあって、この辺のカードパックっていうのを買うことができると。で、この辺は育成に役立つアイテムらしいので、本当は最初からしっかりある程度揃えた上で、セットした上でやっていった方がいいのかな、もしかして。とりあえずはなしでいってみましょうか。ドラマティックストーリーではエピソードオブ翼とエピソードオブニューヒーロー、2つやれますよと。で、今回やっていくのはニューヒーローの方先にやっていきたいなと思います。こちらがいわゆる育成モードですね。プレイに慣れてからやることをお勧めしますというところなんですけど、もうやってみましょう。はい、エピソードオブニューヒーローではオリジナルストーリーを通してエリートプレイヤーとその、自分ですね、自分とその仲間の選手たちを育成を行います。はじめはする主力選手ほどの能力はないエリートプレイヤーですが、試合やイベントを通して様々な選手との交流を深めてステータスアップやスキルの習得。これをやっていきましょう。松山くん好きなんですよ。はい、ミッドフィルダーでやっていきたいなと思います。フォワード、ミッドフィルダー、ディフェンダーって選べて、今回ゴールキーパーはないみたいなんですけども、ちょっとね、ゴールキーパーだけ操作が違うみたいなので、結構バリエーションあるんで悩んじゃいます。悩んじゃいますね、これ。悩んじゃうなぁ。ちょっとこのぐらいにしとこうかな。はい、マイフレンドシップっていう機能があるみたいですね。マイフレンドシップではあなたが特に交流を行いたい選手を5人設定することができます。相手にカーソルを合わせて資格を押すことでその選手との交流で習得可能なムーブとスキル、これを確認することができます。同じチーム所属の選手、同じポジションのライバルの選手とは、マイフレンドシップに設定せずとも交流することが可能ですが、別のチーム所属の選手、異なるポジションの選手と交流を行いたい場合は、マイフレンドシップに設定する必要があります。なるほど。マイフレンドシップに設定できる選手は、PP ショップのカードパックストアでフレンドカードを入手することで増やしていけます。なるほどですね。なので、PP ショップでカードを増やすと、交流できる人が増える。なので、現状は、彼らだけということになるんでしょうかね。あ、なるほどですね。これを入れ替えることができると。で、最初はもう南葛のメンバーだけしかいないので、この辺はもうカードパック買っていかないと、もう選べないよといったような形ってことですね。フランス国際大会に招待されていないことに不満を持った国々は、協力して何か計画しているらしいとね。しかしそれは、フランス国際大会への参加を求めることだろうと彼らは言っていた。それがまさかフランス国際大会が中止、さらに新たな大会の開催だったとは。だいぶ横暴な話だ。フランスキャプテン呼んできました。ああ、練習中に呼び出して悪いな。
はい、なんか結構ね、こう話しかけてくるということで、ゲーム中にキャラクターが話しかけてくることがあります。選択肢を選ぶことにより答えることができます。これまでのプレイで選択していない選択肢には星のアイコン、選択することで称号を取得できる場合がある選択肢には笑顔のアイコンが上部に表示されます。また中には返答内容によってルート分岐に影響が出る選択肢もあると。なるほど、ここの選択肢をちょっと間違えるともしかしたらなんか取れなかったり取れたりみたいな感じですかね。どうしよっかな。ちょっと調子乗ったことは言わないで普通に行こう。いい返事だ。これは期待できるかもな。まあ、早速自分に出していってみようかな。この辺にいた、この辺いた。そして走っていってみよう。ドリブル、あー取られた。なー、難しい。これは難しいね。さあもう一回行ってみよう。多分シュート決めてしっかり勝たないと進めないんだろうね。なかなか勝てねえな。でもだいぶ分かってきた。最初の紅白戦からこんな詰まるとは思わなかった。かわしてパス。いけ、イーグルショットだ。そこだ、ギリ間に合わなかった。ダメだ、誰もいない誰もいないよ。よし、いやーでも今回惜しいとこまで行った。すげー惜しいとこまで行ったけど、キーパー硬すぎんキーパー硬すぎんこれ。トーマ、トーマ、よし、トーマ来たぞ。キャッチ、がっちりキャッチ。よし、みんな俺に続くんだ。やっと入ったよ。あ、見せ場が作れない。全然全然いい評価取れないんだけど。はい、各選手にはオフェンス、ディフェンス、パワー、スピード、テクニックという5種類のステータスがあります。これらの項目はそれぞれ攻撃全般、守備全般、シュートの威力、移動速度、キックゲージ、チャージ速度などに影響しています。エピソードオブニューヒーローで試合に勝利することが難しい場合は育成アイテムの使用をお勧めします。普通に勝てなくて進めなくなることってのがあるってことでしょうね。これで言うと行ってみよう。その自信、名は東のサッカーで粉々にしてやるぜ。覚悟しとけ。はい、試合前に複数の選手から成り立つグループを選択し、試合で活躍して彼らとの仲を深めることでアピールし、ムーブ、スキルを習得することができます。仲良くなると教えてもらえるということですね。グループ振り分けによって同じチーム所属の選手、同じポジションのライバル選手、マイフレンドシップに設定した選手が選択可能なグループに設定されます。ここで止めた。ボールダッシュ成功。かわして振り切った。激動を切り裂く必殺を決めた。確かにシュートゲージ溜まるのが早い。そういうことか、2回抜くと早いんだ。クロスを上げた。連打か、連打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 、負けた。このシュートに反応。分かってくるとかで結構面白いんだ。後半開始。あ、後半でちゃんと逆になるね。いけ、まあ、ここは抜かせなくて。よし、それ、ここで数で溜まるから打てる。いけ、ここで切る。強烈なシュート。村沢君、若松君、ゴール前に上げた。オッケー、決まった。決めたぜ、みんな。小田君、
あー、タックルは SS ですね。なかなかいいプレーをするじゃないか。いいだろう、かかってこい。怒なくちゃ面白くないぜ。俺もテクニックには自信がある。1対1の勝負でお前に勝つ。それじゃあ勝負だ。いいよ、トーマ。あ、なにこれ、なに練習的な感じ、練習的な感じ。くそ、この俺が1年生に負けるなんて。もう負けたんか、早いね。勝負受けてくれてありがとうよ。俺もまだまだ甘いようだ。もっと練習して上手くならなきゃな。そしたらまた勝負を挑みに行くぜ。次は俺が勝つ。じゃあな。はい、プレイポイントいただきました、ありがとうございます。来ましたね、花輪中ですか。オフェンス値っていうのを上げてみたいですね。こうやって上げるんですか。ああ、なるほどなるほど。麦田君、ここかわそう。ここ出そう。ここだ、かわせ。打て。ああ、もう一回かわせ。打つ。ペナルティエリアに入ってシュート。これだいぶゲージ削ってる。そんな削ってないね。あ、岸田くん行くじゃん。スキルキープの匠を獲得しました。スキル守備自慢を獲得しました。ムーブインサイドブロックを獲得しました。ムーブバナナシュート、バナナシュート、ムーブカーブパス、なんかめっちゃ獲得した。スキルパスの使い手、なんかいろいろゲットできましたね。完全にディフェンス要員みたいになってますね。恐ろしい1年生だな。点決めたいけど。あ、フレンドリーポイントが上昇しましたと。まあ、こんな感じで試合していくとフレンドリーポイントが上がっていくと。試合終了。フラノ中破れる。抜群のチームワークを誇るフラノ中の新戦力と期待された彼でしたが、周りを気にしすぎたか消極的なプレーを連発。何？それがチームの流れを悪くし、かえってチームワークを乱す結果となってしまいました。何ですって？あ、これ夢ね、夢。よかったよかった、びっくりした。やめてよ、なんかバッドエンドみたいなのあるのかと思っちゃったよ。そうだ、よかったら明日から一緒に早朝自主練しようぜ。やっぱり人と練習した方が上達は早いからな。朝練やったな。朝練やってたな。行きましょう、平戸中。佐野くん強いんだけど。鋭い回転の先にゴールを狙う。よくやった。よし、アピールミッションイベントっていうのが今発生してますね。結構厳しいね、厳しいけど、これをクリアすることで、もしかして表しドリブル。頑張れ。表しドリブルゲットしました。さあセットしていきましょう。そしてステも上げていきましょう。表しドリブル、これ非常に強力。パワー A、 ベース A、 パワー A、 スピード B と非常に強力なドリブルです。ここは抜かせません。よくも振り抜けた。止められない。小田くん、ストレートのシュートでゴールを狙う。おー、抜いてった。ギリギリ抜いてった。後にあの代表戦みたいなのもおそらくあるのかなというふうに思いますので、お、イーグルショット、イーグルショットですね。マンマークの使い手ゲットしました。はい、というわけで、まあ、今回ね、ここまあ、ちょっとね4時間のつもりだったんですけど、3時間ちょっと時間的にね、いい時間になってきちゃいましたので、3時間というところで、今三杉くん武蔵中学校のところまで行くことが、はい、できました。いやー、面白いね、確かに。非常に面白い。そしてスキルガンガン獲得していって、で、選手これ、うん、育て上げてみたいなと思います。なんで、まあ、次は、まあ、続きから、ちょっとやってみようかなと思ってます。一通りね、まずエピソードオブニューヒーロー、これ終わらせつつ、ゲームプレイとしては終わらせつつ、まあ、この辺のね、多分、いろいろな攻略要素であったりとか、まあ、そういった部分っていうのも、情報出てくると思いますので、まあ、その辺も合わせてご紹介できればなと思います。
まあ、今はねちょっと分かんない手探りの状態でやってますので、はい、今日のところは、まあ、このね3時間のプレイ動画が、まあ、おそらくギュッと15分ぐらいに縮まってですね、まあちょっといいとこ取りな感じで、ちょっと面白そうだなと思えるような動画になってれば幸いでございます。はい、いつもご視聴ありがとうございます。ぜひね今後もちょっとアップしていこうかなと思っておりますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた、さよなら。